はい、ということで、ショーサービスエリアで晩飯食ってきました。はい、ちょっと後ろに下げました。うん、戻したよ。ごめんなさいね、足長いよりチンチン長い方がいいよね。これ危ないよ。これ大丈夫かな。でしょ、仕方した。ドライブになった。俺トラックもすごいね、みんなこっちに。中国道らしからぬ光景で、今年いっぱいはちょっと無理なんじゃないかなと思うんだよね。年末には無理合わせるみたいなこと。あ、そうなの？一応。何言ってたって。その年末いっぱいだ、今年いっぱい難しいみたいな出たんじゃないの？いや、難しいとは言ってるけども、間に合わせるとも言ってる。あ、そうなの？開始します。目的地への到着予想時刻は明日の午前1時7分です。 30km 先、落合ジャンクションへ直進です。アシスト。
もいないよ、まあ、そう前見ても後ろ見ても誰もいないっていうのが当たり前だったでしょ。たまにすれ違うみたいな。これでも多いよ、うん、だって日中ですら、ね、あまあそうね、前にも後ろにもいないっていう。
ただバッテリー上がる台車は嫌ですよ。でもさ、だってその車会社の人だってさ、そんな遠く行くと思う。だからほら、あれなんで台車になっちゃったんだっけ、あの時。なんだっけ、事故の後じゃないよね。あのほら千葉であったじゃん、鴨川の。あの後じゃないよね、だって。なんであの台車で行ったんだ。多分あの台車で行く予定はそもそもなかったはずなんですよ。そうそう、台車になっちゃったけど、でもどうしようかで行ったんだよね。で、あのまあいいんじゃねえっつって行ったの。でさ、バッテリー上がってんの。台車になっちゃった理由は何なんだろう。じゃあ事故かね、それとも。かな。車検だったらだって分かってるし、うん、その予定分かってる。急遽こうなっちゃってねっていう感覚で行ったわけですよ。そうそうそう、そこは覚えてんだけど、事故の後かな。台車だから、あのお前は言ってたんだよね、やめといた方がいいんじゃないのみたいな。お前事故った時困るからみたいな感覚で言ってたでしょ。事故なわけねえだろって言って俺は言ったもん。そしたらこうして事故は起きなかった、事件は起きたけど。そのためにちょっと休みこうなんか軸ちょっと長めに取ったはずなんです。まあだから多分わざわざ行ったんかな、やっぱり。そうだと思います。それ以外理由がないんですよ。ふざけんなよ。ただでさえほら3日とかね休み取れない仕事してた。じゃあ前の日ぐらいに事故ったのかな、そしたら。
く道なりです。次の案内ポイントに近づいたら案内します。この先左からの合流があります。Thank you.
アクセル操作、ブレーキ操作、ハンドル操作がいかに雑なことやってたかって、今まではちっちゃい車だったからごまかしが効いてるんですよ。車がカーブの中に入ってるのにハンドル切らないからはみ出てくるんですよ。
目指していくんだけど、アウトである。それで、隣にね、競う相手の車がいて、そいつをアウトから抜くってなったら分かるんだけど、いないから誰も。
宮島行くんだ、山陽道行かねえなんて。寄らないよね。山陽道だろ、宮島。行くよ、覚えろよ。だからさ、なんで宮島行きたいの。広島道に乗り換えれば宮島の方に行けるけど、この辺でも免許不能者も行ってないしな。だってあるよ。じゃあなんで宮島なんだよ。対向車なんかも横から見えてるでしょ。
行があります。
七塚原サービスエリア。気をつけんの？とりあえずで。はい。です。